Bonjour! オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ講師のRémyです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。にゃんにゃーん。このシタビラメのムニエルはとっても美味しいですね。さて、シタビラメのムニエルはフランス語で何と言うでしょうか？ La sole meunière.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  または La sole à la meunière. とも言います。ラソルがシタビラメという魚の名前ですね。ムニエル、ムニエルはフランス語ですよ。ムニアは粉という意味で、小麦粉などの粉をまぶしてバターで焼く料理法のことを言います。料理の名前はフランス語が元になっているものが多いんですよ。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!